室、体育あ館までおら？集まりください。ちょっと待って、誰か殺された？エマージェンシー。あー、誰か殺されてるっぽいね。体育館に集まれたって？なんだよ、急に。嫌な予感がする。ものすごく嫌な予感が。ちょっと待って、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 ちょ、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 さっきさ、ちょっと、いろいろ死ぬ可能性のある人物が多すぎるよ。とりあえず、キリキリさんに話そうか。あ、キリキリさん、今のアナウンスは聞いた？ええ。気は進まないけど行くしかないんだよね。そう。ろくなことじゃないでしょうけど、ここで逆らうのは得策じゃないわ。じゃあね。先に行くわね。やっぱり、モノクマには従うしかないのか。ちょっと待って、やばいよ。あ、大和田がいる！よかった。そう、石丸と大和田が長くなったからさ、すぐに殺されるかなと思ったんだけど。あ、じゃあ石丸の方かな。おう、苗木、おめえも行くところか。うん、みんなはもう行ってるのかな。だろうね。気に食わねえが、あのクマ野郎を無視してもいいことはねえだろうしね。あの、大和田くん、体は大丈夫なの？サウナで相当無理してたけど。誰が無理したって、あの程度のやつは、へでもねえんだよ。しかしよ、地獄の果てに行けようだよね。わあ、ちょっと待って、このノリも予想がつかなかったぜ。まあ、それはともかく、とっとと行くかに。うわあ、ちょっと待ってよ。本当にあの二人の間に何が起こったんだろう。ちょ、待って、石丸じゃないよな。石丸、石丸がやられてて、大和田くんガチギレとかないよな。それだけはマジで許してくれよ。もうなんかファストトラブルしようか。2階前に、1階の上り階段前に行って体育かな。あー、石丸生きててくれ。お前だけは生きててくれ。おう、山田。山田くん、どうして体育館の中に入らないの？おうおうおう。苗木誠殿を驚かさないでいただきたい。ごめん、でも早く行った方が。行くな、行ってはならない。そうささやくので、すばくなゴーストが。嫌な予感がしてんのは僕もだけど、無視するわけにはいかないよ。ぐ、それもまた正論。仕方ありませんな。僕も行かないとな。ちょっと待って、誰だ。あ、石丸。よかったー、石丸、お前が無事でよかったよ。いきなり全員集めるとは一体どういう要件か。今度は何が起こるのでしょうね。まったく、あれ、トカミもいいのか。何が夫婦ですか？もっと爽やかな映画はできないんですか？例えば、国民的アニメの某主婦が番組のラストに見せるようなじゃんけんっぽいですか？っていうか、この状況で笑えるなんてどうかしてるよ。どうかしてるのはどっちだろうな。何よ、どういう意味？別に感心してるだけだ。殺し合いもいいや、ここで暮らしていくのもいいや。否定ばかりで明確なビジョンもなしに日々を重ね、それでよく平気でいられるものだと感心してるだけさ。何？私にだって考えぐらい。そういえば前に力説していたな。すぐに警察が助けに来てくれるとかどうとか。あの件はどうなったんだ？一向に助けが来る気配はないようだが。それはあれ、どうしちゃったんだろう。本当に確かに見ようね。都会のど真ん中の学園でこんなことが行われてて、警察が気づかないはずないのに。なんて無能な警察。逆に黒幕が強大なだけかもしれませんわね。警察さえも自分に動かせる立場とか。もしかすると、あ、そういや関係ねえかもしんねえけど。ないなら言わないで。いや、ゆうべ昨日の話だ。俺は玄関ホールでぼーっとしてたんだが、ぼーっとしてたの。その時にな、聞こえたんだ。聞こえたって何が？よくわからん音。どんな音だ？だから言ったろ、よくわからんって。でも、強いて言うなら、工事現場みたいな？工事現場？リアルな話、気のせいって可能性もあるべ。うっすーら聞こえただけだし。気のせいに決まってるじゃない。耳鳴りかなんかじゃないの。なになに？ちょっと待って、モノクマだよな。何の話？あら、モノクマまた出てくる？ピュコって。おお、出てきた。なんでこんな時間に集めたんですか？出たわね。赤倉くんが聞いた音ってさ、工事現場じゃなくて爆発音だったりして。爆発音？無信号とか、うぶぶ、工事現場の音に似てなくもないよね。何言ってるんだよ、お前。おっとと、これ以上は口にチャックなんでした。ないじゃないさった。それで？だったら話せる話をして、私たちを呼び出した理由を聞かせてくれる？はにゃにゃ。おっつくねえ、早速本題に入れと。でもさ、その前に僕の愚痴にも付き合ってよ。なんか最近元気がないんです。オッケー。ちょっと待って、糸の張りとか艶もなくなってきちゃって。
それっていうのもこの退屈な日々のせいだと思うんです。僕はもっと刺激にあふれたデンジャラスでウィットな日々を求めてるんです、うん、つうかぶっちゃけていいっすか、好きの黒が現れなくてつまんない、ね、なので僕はお前らに新しい動機を与える方にしたのです。動機ってもしかしてこの間の映像みたいに、また妙なものを見せて殺人を煽ろうっていうのか。殺人を煽るってなんて人聞きの悪い、何を企んでるのか知らんが、僕たちはもう殺し合いなんかしないぞ。何をされようとも絶対にだ。うーん、それは結構なことだね。せいぜい頑張ってよ。じゃあ僕は僕で一方的に始めさせてもらうよ。今回のテーマは恥ずかしい思い出や知られたくない過去です。人間生きてれば誰しも恥ずかしい思い出や知られたくない過去っていうのはあると思うんだけど、今回僕は独自の調査によりお前らのそんな思い出を集めてみました。ででん僕が手にしているこの封筒の中にはおーマルヒがお前らのそんなマルヒな情報が入っています。あららら、今から配りますのでさっさとご覧になってください。はーい。この子はそう言うと手にしていた封筒を僕らの足元へと放り投げた。僕は自分の名前が書かれた封筒を拾い上げ、恐る恐る中の確認を始めた。瞬間全身が緊張した。すごいな。どんな調査だ？どんな調査をしたんだ？なぎくんは小学5年までおねしょしていた。動機にならんな、別に。な、どうして？どうして知ってるんだ？みんな思わず声を上げていた。タイムリミッター24時間です。それまでに黒が出ない場合は、この恥ずかしい思い出を先にばらしちゃいます。人がたくさんいるところで宣伝カーでも転がしながら怪文書を巻いちゃおっかな。キャー、恥ずかしい。それがお前の言う動機の意味か。はい、そうですよ。嫌でしょ、ばらされたくないでしょ。確かにばらされたくない思い出だけど、でもこんなことのために僕らは人を殺す、まあおねしょぐらいだったら殺さないですね。なんですと？そうだ、実にくだらないな。この程度のことで殺人なんか起きるはずがない。テンション下がるな。テンション下がってる。そんな、だって思い出だってお前らと外の世界とつなぐ立派なキーワードだし、誰にも知られたくはないやえにっていうこともあるはずだと思って、だからせっかく用意したってのに。あー、これじゃ殺人は起きないんだって。残念残念。仕方ないな。じゃあ24時間後にこの秘密をばらすことでささやかな自己満足に浸るとするよ。がっくしとほほバイナラン。がっくりと落胆した様子のままモノクマは体育館の奥へと引っ込んでいった。最初はびっくりしたけど、でもちょっと肩透かしだったかも、ね、そりゃ秘密がばらされるのは恥ずかしいけどさ、でもさすがに人を殺す動機にはならないよね。聞きたまえ。みんな僕にいい考えがあるぞ。いいかね。いつのことさっきの秘密とやらをここで告白し合うのだ。ちょっとおねしょ恥ずかしい。やだ、そうすればもう動機の心配なんてなくなるしな。うん、いい考えだ。じゃあ僕から行くぞ。成長せよ。僕の恥ずかしい過去はだな。あんたの恥ずかしい過去なんて聞きたくないわよ。何？それに私は言えよ、話したくない。誰になんて言われようと話したくないから。私も嫌というより無理ですわ。無理と言われると聞きたくなるのが人の差がよ。話してみるがいい。話しません。いいから言ってみるって。フリフリ。ですから。ああ、ぶち切れるぞ。話したくねえって言ってんだろうが、この腐れるアドが。同じ展開やん。俺も同感だ。話す必要などない。藤崎くんはどうだ？ごめんなさい。今は話したくない。でも。このままじゃダメだと思うから、後できっと話すよ。頑張って強くなってみんなには話すから。話したくないなら無理しなくていいって。私だって本当は話したくないし。そうだな、ここまで反対されちまったらいくら兄弟の提案といえども却下せざるを得ねえな。まあいいだろう。どちらにせよその程度で殺人なんて起きるわけがないしな。そうだよな、人を殺してまで知られたくない過去なんてそんなのあるわけないよな。では秘密の話し合いをやめておくが、期限となる24時間以内にはそれぞれ覚悟を決めておくのだぞ。世間に秘密をばらされるのは屈辱的だが、命まで取られるわけじゃないんだ。だからその早まった真似はするんじゃないぞ。そんな念を押されると逆に不安になるんですが、ああすまない可能性とは分かっているんだが。あ、夜時間ですね。はい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 。ただいまより、まもなく、初期はでは。おやすみ。
とりあえずもう夜時間だっつうし、今日のところは休むとすんべ。そうだな、そうだな、明日に備えるとしよう。正直妙な不安は残っていた。でも僕らはそこまで深刻になることもなく、その場を解散し、それぞれ自室へと向かっていった。ちょっと待って、あそこ苗木くんの秘密落ちてない？あそこ誰にも知られたくない過去や思い出、それらは僕らと外の世界を結ぶ立派なキーワード。そんなモノクロの言葉に正直僕はピンときていなかった。そんなことのために写真なんて受けるわけがない、僕はそう思い込んでいた。でも楽観視していたのだけなのかもしれない。だから大した緊張感を抱くこともないまま、なんだか疲れてるのかな、今日はやけに眠い。僕は眠りに落ちた。その時すでに進行していた悲劇のことなんてこれっぽっちも知らずに。え、ちょっと待って、またちょっと待って、大事なのは殺される人物ちょっと僕の話に付き合ってもらってもいいかな。世界に対しての態度というか、能動的と受動的との差というか、例えば殺しちゃったと殺したの差についてなんだけど、この違いが分かってない人って意外に多いんだよね。殺しちゃったと殺したは全然違うんだよ。僕の言ってる意味分かるでしょ。殺しちゃったは誰にでもできるけど、殺したをできる人って意外に少ないんだ。冷静に考え判断を下し行動に移すのって、感情で動くのよりずっと難しいんだよね。覚悟が必要なんだよ、覚悟がね。で、何が言いたいのかって、それはね、僕にもさっぱりなんだ。行間を読んでくれた前よ。おーおお殺人起きとるやん。よう、おは、おはよう。おはようございます。あ、モノクマ、おはようございます。うわあ、ナイスなリアクション。やっぱ君って期待裏切らないよね。なんだよ、何日に来た、趣向を変えてみました。校内放送じゃなくて直接明かしに来たな。何のために？面白いから。それとせっかくだから僕の口から教えてあげようと思ってさ。何よだよ、いいのかな、そんなにのんびりしちゃって。仲良しクラスメートの誰かさんに何かあったみたいなのにさ。はにゃにゃはにゃにゃ、取ったの？顔色が死に損ないみたいな青色だけども、な、何かあったってどういう意味だよ。それを確かめるのはお前らの仕事、頑張ってね。誰かに何かあったって、それってもしかして、いや、そんなはずはない、そんなことあるはずがないんだ。でももし、いや、もしなんてことを考えても仕方がない。とにかく今食堂だ、まずは食堂に急ごう。ちょっと待って、え、だ、え、おおおお大和田と石丸がいねえ。あ、苗木無事だったん？おい、お主もモノクロに話を聞いてここにやってきたんだな。ハガクル君、朝比奈さん、大神さん、それにドカミ君、この4人だけ？他のみんなは？すでにモノクロの言葉を確かめに行っているか、あるいは奴の言う何かに巻き込まれているか。な、何かって？もしや、もしや、また起きたのではあるまいな。殺人が、殺人が、おお、オーガさんだとかそれはモノコモの言葉を聞いて真っ先に頭に浮かんだ最悪の可能性、最悪ゆえに真っ先に追い払われた可能性だとしたら、昨日のあれのせいってことか。ありえないよ、たかが思い出だよたかが、それはどうかな、そう思えない人間だっていたはずだぞ。え自分を基準にして価値判断を行う、それがどれほど危険な行為か気づかないのか。だったらなんで昨日そう言わなかったのよ。当然もう忘れたのか、これは協力し合うゲームじゃない、蹴落とし合うゲームなんだわざわざ助け舟を出して俺に何の得がある。まだそんなこと言ってんの、どうかしてんべ、リアルな話、洗脳でもされてんじゃねえか。待て待て、それよりも今は何があったかを突き止めるのが先だ。まあいいだろう。そうだな、では手分けして探すとしようか。行くぞ。さてどこで何があったかだな。解放された2階が怪しいけど、1階 U 見てみるか。ああ。U、U 結構しっかりしてる。うわあ。あ、なんか開いてる。ロッカーだ。一つだけ開いてるものがあるけど、ここには何もないみたい。ああ、何もない。じゃあ出ちゃいましょうか。まあ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 2階だろうな、2階空いてるし。歯がくれ、よいしょよいしょ。爆発音がした、ガトリングガン、更衣室、
いやでもそれだったら昨日の段階でもあるよな。まあでも一応2回調べていきましょうか。だって水蓮場かな、まずは。いやーでも一番、いやでも戸上が入り浸ってから出たから更衣室はないか。更衣室じゃねえや、図書室はないか。こっちはああそっか。いやガトリング館っていう話が、あれドアが開くぞ。ロックがかかっているはずじゃなかったっけ。おっと、このタイミングで。現在は操作のために、ああすいません、ありがとうございます。そういうことね。どうぞお自由にお調べください。はーい。操作って決まりだ。やはりな、戸上くん。なるほど。今のモノクロな口調からしてやはり殺人が起きたのは間違いないようだ。そんな。それとあっちの更衣室怪しいな。とても怪しい。お前もそう思わないか。え、怪しいって。女子更衣室開かなかったよな。更衣室はまだ誰も見ていないようだな。ではまずは先に女子更衣室から見てみるか。戸上くんは独り言のようにそうつぶやき、そして僕の返事も待たずに女子更衣室のドアに手をかけた。ドアは音もなくゆっくりと開き、さあ誰だ。そこで時が止まった。藤崎さんか。強くなるって言ってたね。血みどろフィーバー。なんだっけ、ジェノサイダーショーだっけ。その光景を現実のものとして認識するまでしばらくの時間が必要だった。そしてその認識が行われた後、おお叫んだ。僕の口からは自然と叫ぶ声が溢れ出していた。おっと、季節したか、もう一回。あ、違った。非日常編。うわぁ。タイトルの意味がわからんな、まだ。いくら押さえつけようとしても無駄だった。地下から吹き出すような湧き水のように、僕の叫び声は止めどなく溢れ出していた。けど、そんな僕とは対照的に。トカミは落ち着いてるんだな。妙だな。こいつは妙だな。お前もそう思うだろう。トカミ君はテレビの向こうの話でもしてるよ、見てるにどこまでも冷静だった。なるほど。見ろ、藤崎千尋の死体は貼り付けにされている。それにあの壁面に書かれた血文字、血みどろフィーバーだと。なんともひどい殺し方、いやひどすぎる殺し方だ。そうは思うんか。人が死んでるんだよ、ひどくないわけか。そういうことを言ってるんじゃない。この殺人は素人がやったにしては猟奇的すぎるんだよ。ポイズンさやかの時のように誰かが仕方なく殺人に及んだというわけではなさそうだ。まるで快楽殺人のようだ。そうは思わないか。え、彼が何を言わんとしているのか混乱した僕の頭ではすぐには理解できなかった。そしてそんな時間も与えられなかった。何なのだ。おい、悲鳴が聞こえたか。何か。ああ石丸、見ちゃダメ、見ちゃダメだよ石丸。あら、聞いたことない SE が。ああ死体発見で。自由時間の後、学級裁判を開きます。はいはい。今のってなんだ。そうか、前園の時はお前は気を失っていたから知らんのか。ああそうか、あれは死体発見アナウンス。3人以上の人間が死体を発見するとあのアナウンスを流して全員に知らせるらしい。犯人当てを公平に進めるためのものらしいな。3人以上、犯人当てを公平って。死体発見アナウンスって、じゃあ藤崎くんは。そうだ、死んでいる。死叫ぶ前に全員をかき集めてこい。どうやらまた始まるみたいだからな。命がけの犯人当てゲームが。すぐに石丸くんは更衣室を飛び出した。他のみんなが集まるに時間はかからなかったと思う。その時の僕からは時間の感覚なんて吹き飛んでしまっていた。とにかく気づいた時には困惑と恐怖と怒りの表情をあらわにしたみんなが藤崎さんを取り囲むようにしてその場に立ち尽くしていたんだ。おのれ。ああそうだよな、オーガさん一緒に強くなろうって。おのれ、守れなかったか。またしても犠牲者が出てしまった。ということはまた始まるのですね。つうかよ、なんだよこれは。夢だ、これは夢なんだ、全てが夢なんだ。そうだ、そもそも僕はまだ生きて生まれてすらいないんだ。生まれた時の記憶だってないし。生まれた。うるさいですわよ。
おっと、調査タイムが始まりますか。じゃあこっから、じゃあ調査は次から始めましょうか。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。